ていうのを自分から言うことはなかった。あ、周りも別に。いや、言いたいかも言えないじゃないですか、なかなか。慣れちゃってね。あ、そう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 、あれってこう、どうだったのかなっていう。すいません、なんかめっちゃ決めてます。大丈夫ですよ。ちょっとよくわかんないんですけど、よくわかんないときはなんかそのままの設定で多分大丈夫だと思う。ちょっと変えちゃいました、わかんないなりに。モラタ後半から出した方が強いんで。あ、わかりました。そこをね、あのベンチングディバラってやつに変えた方がいい。はい、モラタシュートプレパス。確かに、だから一番近くの選手にはシュートしか変わります。バツと三角すればその三角。三角なんですか？三角すればさ、ちょっと前に走らせるみたいな。ちょっと実は出さない。わかりました。まあちょっとあれ、本当のこと言ってもわかんないですかね。相手相手なんで、まだ。まだガンさせとかないとダメだ。いい顔してるね。そっちから。OK です。相手。手汗かくまでもない技術なのに。頑張ります。5年前とかだと思う。俺そうだったの。あんま言えなかったし、前にも。ああ、はいはい。そう、ウィニングレープの大会で優勝したわとかっていうのを自分からこう言うことはなかった。あ、周りも別に知ってなかったとか。誰だっけみたいな。守備からですね。確かにね。うん、あるな、YouTube で見たよみたいな、ね。あ、そうそうそう。そういうのはこう、グレー、e スポーツグレープアップと始まりましたね、試合が。とりあえず、レンジしたカーソルチェンジとパスとシュート。あった。はい。左から、右に。はい。ドア開けました。ノックー。ユベントスが我らが、そうですね。アザラ。僕はあんなちゃん。やばい。いや、さっき。一応両方頑張れって感じ。じゃあ、ジェコ選手。いや、怖い。怖い。怖い選手、いいよ。早速、いい自分来ましたね。ミスしない、ミスしない。落ち着いて。はい、落ちた。知らぬ間に。セルパラップ、ラップするではないの。勝手にディバラが頑張ってくれって思うんだよ。これチャンス。これどうすればいいんですか、先生。教えてないです。どうしよう。センス、センス。これ押しすぎましたね、完全に。近くまでシュートっていきましたね。完全に押しすぎましたね。どこでキーパーしっかりキャッチ。おっと、やべ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 。センターバックの選手でボールを持ち運びながら、あ、どっちがパスだっけ。困ったら何かボタン押せば。はい、なんかさっきからパスとシュート間違えて押してるんですよね、多分。大丈夫だよ、もうパスを出すよ。パスパス、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いいよいいよいいよ。何歳後、前見て、あー、ひょことー。前でも狙いはいいっす。フリーのペドロを使ってジェコに当てて上の選手を使えれば、はい、おお、なんか四角を押したら言ってくれました。あ、やばい、どうぞ。やばい、おっと、このシーンベレッキが頑張って、フリーの選手が行った。おお、もうフリーナイス。うわ、痛い。おっと、このシーンペドロもう一回追いかけられれば。さあ、前半ラスト、カメーン。いやー、いけましたね。いやまさかのと言ったらあれですけど、0対0です。しっかり縦パスを当てて、あ、そう、しっかりファールですね。取られなかった。このシーンと処理が少し難しい。プレッシャーをかけながら、ディフェンダーの選手なんでね、早めにフォワードの選手にパスを渡したい。長い縦が入りましたね、しっかり。いいよ、どいいよ、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 どのファール。いや、いい時間になってますね、今。ディフェンダーだからね、早めに出して、いいよ、だんだん良くなってきます。パス当てて、ロナード、ロナードで運んで、運んでて、なんでシュート強かった。ゲージが強い。ゲージが難しい、やはり。難しいですね。もうこれは完全に。いや、ドリームよりだった。ドリームまで完璧でしたね、今週は。いやー。シュートの時って、力入るでしょうね。頑張ってやってるから、うわーって。なんか、いけーって気持ちで押すと。ゲージがドゥルルルンって上がってきますね。しましたね。おっと、ディバラ強い、能力、能力の暴力。うわー、マジか。やったー、ディバラで勝負。
いやー、すごかったですね。一人で点取りましたよ、ここから。これダッシュドリブルで まずいですね。これは選手交代もある。選手交代入れてもいいかもしれないですね。わあ、高橋さん、わあ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 、今の試合で、きっとあそこに転がってくるって思ってなくて、シュート打てなかったシーンです。まず、リスクでボールを運びながら、見つけて、縦パス当てて、ロナウドのフリー、またディバラで行くのか、ディバラで行くのか、うわぁ、やったぁ、力から2点、2点で、これは予想外と言いますか。シャッディバラの縦突破また見せましたよ。いや好きだわ、ディバラ選手好きですね。俺の足が当たってるかな。あ、これはちょっと、これはちょっと、これは怒ってますよ。これはちょっと、これは違うんじゃねえかと。試合終了。試合終了。やったー。ここで少し勝利の。